ザクリス・トペリウスは、フィンランド大公国生まれのスウェーデン語を話す、フィンランド人の作家、ジャーナリスト、歴史家、また、ヘルシンキ大学総長、フィンランドの歴史に関連のある小説をスウェーデン語で表した。ザカリアスというのは、トペリウスの洗礼名で、彼の著作の表紙にはこの名前が使われている。とはいえ、フィンランド国立電気コレクションに、彼自身が、 最もよく使用したのは、略称の Z か、ソクリスという名前であった。公的な書類にもこう署名していたと解説されている通りである。したがって、最近の学術的な書物で彼について述べる際には、ザクリスの名が使用されることが多い。聖のトペリウスは元来はフィンランド語でトッピラであったが、ザクリスの祖父の祖父によってまず、トッペリウスとラテン語風に変えられ、 さらにその後、トッペリウスと変えられたものである。トッペリウスは、ポフヤンマー兼ニューカールレビューの近くのクドナーに生まれた。同名の父は、医者で、フィンランド民謡の収集の先駆者として有名であった。子供の頃、トッペリウスは、母、カトリーナ・ソフィア・カラムニアスが、フィンランド人で、スウェーデン人でもあった、詩人フランスミカイル・フランツェンの詩を歌うのを聞いて、育った。 11歳の時に、オウールの学校に入学し、公立図書館の建物に、親戚たちと一緒に寄宿した。この時に小説に没頭し、自分の途方もない空想の世界を豊かにしたのである。1831年、ヘルシンキに赴き、ユーハン・ルードビーグ・ルーネベリを取り巻く若い、国水主義者たちの仲間となった。時には、ルーネベリの自宅に泊まっていくこともあった。 1833年、トペリウスは、フィンランド定律、アレクサンドル大学に入学する。1840年に修士号を取得。1844年には、歴史学科で、教員免許を取得。1847年には、博士号を取得した。この時の論文は、デモード・マトラモーニア・ゲンジ・アパット・フェノスク・クワンダム・バイジェントというものであった。トペリウスは、 歴史の他に、ある時期、神学と医学に打ち込んでいたことがあった。1842年から1846年まで、フィンランド動植物研究所の初期として働き、1846年から1861年までは、大学図書館に雇われていた。そして同じ時期に、歴史、統計学、スウェーデン語ヘルシンホリセーム中等学校で教えていたのである。 友人であるフレデリック・シグナウスのおせっで1854年36歳の時にトッペリウスは大学のフィンランド市の院外教授に就任する。1863年には最初のフィンランド語、ロシア語、北欧市の教授に就任する。その後1876年に歴史概論の教授に移動している。 1875年から1878年まで総長の地位にあった。引退時には名誉教授だったが、ロシア語の国家顧問の肩書を与えられ保証された。トペリウスはごく早い時期から女上詩人として頭角を表していた。最も初期の恋愛小説、フィンランドの公爵夫人は1850年に出版された。 1841年から1860年にかけてはヘルシンホガ Z の編集長も務めている。1878年には公職から引退することになったが、しかしこの引退を経ても大学とのつながりが途切れてしまうことはなかった。公職から引退することで一層余暇の時間が取れることになり、文学活動がさらに豊かで多岐にわたるものになったのである。 トペリウスの多彩な作品、すなわち様々な散文や陰文の中でも最も人気を獲得したのはヤブイシャ物語であった。グスタフ2世やドルフからグスタフ3世の知性に至る時代の架空の歴史物語でウォルター・スコットの書き方を真似て表されたものであった。この物語は5巻にわたり1853年から1867年にかけて出版された。 トッペリウスは、戯曲も表しており、最も成功したのは1854年の悲劇、レジーナホン・エンリッツであった。フィンランド人が、自国に対して強い愛国心を抱くようになることが、トッペリウスの狙いであった。作曲家のフレデリック・パシアス特組、情熱的愛国主義を主題にして、オペラ、チャールズ国王の狩猟の台本を制作しているが、これはフィンランド語の最初のオペラとなった。 トッペリウスは、最初は、日常の些細な気晴らしを主題にして書くつもりであったが、1851年、あるコンサートで企画もののオペラの抜粋を耳にして、初期の情熱的なスタイルのウェーバーのマダンのイテやオベロンに続かんとして、パシアスが魂の救済を主題にして、壮大な歌劇を書いていることを知ったのだった。トッペリウスはスウェーデン語でオペラの台本を書くものの、 その対象は断固として、フィンランドとフィンランド人のことであった。フレデリック・パシアストラーズ・エリクラーソンの、プリンセサン・ AV ・シーパーンの台本も制作している。彼の作品のうちの多くは、古代の神秘を思い起こさせるような、あるいはバラ十字架や錬金術を主題にしているかの、ような卑怯的偶話の形をとっている。しかし一方では、短編の中には、 フィンランド社会の工業化の進展について、見分するようなものも存在している。1898年、フィンランドの四方にあるマナーハウスで没する。このマナーハウスこそ、彼の作品のうちで最も優れた作品が生まれた場所であった。ありがとうございます。